高炉は中華民国の天文学者、気象学者、政治家、外交官。字は祝金、明けぼの青。復讐先生学堂を卒業後、鉄道測量と建築の技師となる。1905年、ベルギーに留学してブリュッセル大学で工学博士号を取得した。卒業後はドイツ・フランスの工場で実習経験を積んでいる。1909年、 中国同盟会パリ支部で会員となった。武将危機勃発後に航路は帰国して、南京の中華民国臨時政府に参加し、内務部、強尻市市長に就任する。北京政府が成立すると、内務部企業課課長に転じた。1913年、中央干渉大大長に就任し、雑誌、気象月刊干渉総報などの雑誌を総刊している。1918年、 フランスで開催された時間単位統一のための国際会議に出席し、そのままフランスで留学生監督に任命された。1922年に帰国、中央勘奨大大長にまた任し、さらに国立北京女子高等師範学校と北京大学で教弁を取っている。1926年にこれらの職を辞した。1927年4月、航路は、 国民政府側のチャンス省政務委員会常務委員に就任し、11月、同省政府の改祖に伴い省政府委員となった。翌1928年2月、新設された国立中央研究院天文研究所所長に就任する。校は、五郎速行所、南京市金山天文台、中国日食観測委員会などを次々と設立した。翌月、 国民政府の公部参事権秘書長となり、4月には大学院秘書、教育行政委員に移っている。10月、中フランス講師に任命され、認知に赴いた。1930年12月、教育部部長に任命されたが、実際には就任できず、そのまま講師の職務を続けている。1931年1月に航路は帰国し、観察院観察委員に任命された。 1942年8月、観察院節区観察士に就任している。これらのほか、公務員の高等任用試験の監督なども務めた。1947年6月26日、復讐士にて死去。去年71、著書に、積分正義、中国天文学士、中央官正代の過去と、未来、相対論原理などがある。ありがとうございます。